はい、どうも、カッパ園長です。じゃあ、この動画ではね、この処理水、汚染水、処理水をまあ、どうしてもこの汚染水、汚染水、汚染水言い張ってる人が日本国内にも山ほどいるじゃないですか。ね、昨日なんかほら、ホリエモンさんとこの山本太郎さんの話をね、見ましたけども。ね、別に山本さんだけじゃないですもんね。もう山ほどいますよね。別にこの政治や連中だけでもないし。ね、この一般人というか、なんかいわゆるこの SNS 上のこのインフルエンサーでも、もう吐いて捨てるほどいますよね。なんだったら僕のチャンネルこの動画のこのコメントにも普通に来ますからね。じゃあお前の目をカッパーみたいな。はいはいって感じですけども。で、まあなんか結局この、まあ、僕から言わせるとこの反日売国税の類ですけども、ドイツもこいつもね。で、まあ、順番に見ていきますが、まずこの共産党、ね、共産党信者の、まあ、いわゆるこの子供を使った姑息な、ね、ほら見てください、こんなにもね、こんなにも危ない、汚い、このね、放射能汚染まみれの、ね、とんでもないものをに、ね、この海に流そうとしている日本は、けしからんみたいなことをやってるね、なんかちょっと言っちゃってるお母さんがいたりとか、あとはまあ、なんかこの海水を、これもまあ、なんか SNS 上ですけども、なんかこれもね、まあ、分かっててこういう難癖つけ方してね、あ、そう言われりゃそうだよなみたいな、まあ、ちょっとなんかこういうのにこの引っ張られちゃう人もなんか中には いるのかな。僕はこれちょっと考えれば分かるだろうと思うんですけどもね。いや、この薄めて海に流すという理屈が絶対納得いかないと。結局海に流せば薄まるから。でも原液でも希釈でも、ね、流す総量は同じだろうっつってんですよね。もう言ってる意味分かりますかね。何に例えれば分かりそうかな。まあこれちょっと後で見ますけども。とか、あとはなんか久しぶり登場のこの小泉スインズイローさんですかね。エネジローくんですかね。エネジローくんなんか海鮮丼食ってサーフィンやってウェーイとかやって、なんかこの福島処理水安全ウェーイみたいなアフォーマンス打ったらしくて。こいつ。処理水云々に関しては別に文句はないですけども、その前にてめえレジ袋の件を詫び入れてこいよ日本社会に。まあレジ袋だけじゃないですけども、あれこの人何サーフィンとかやる人なの。まあ別にね、政治家がサーフィンやるななんてことは言うつもりはないですけども、その前にあなたやることあるんじゃないんですかとか、あと、まあ、またサンモニか。まあ、サンモニはもうなんかね、もう見る価値もないんで、結局なんか日本が悪いって言いたいだけのやつらなんでね、もうこいつらこそまあとりあえずね、試しに撲滅しておきたいよね、反日売国、反日クソマスゴミの中でもね。じゃあとりあえずさ、共産党のお母さん行きましょうか。なんかお風呂場でなんか自撮りしているこのなんか映像かなんかあってね、着色した水を処理水に例える動画、これがまあなんかこの反日、パヨった連中の中ではそうだそうだみたいな、そうだそうだ DJ 嘘だみたいな感じで盛り上がってるらしくてね。まあ相変わらずこの反日パヨった連中ってね、こいつだって本当子供使うよね、子供出しにさ。だってもう韓国だってそうじゃんね、こいつらもそうじゃん。まあそりゃそうだよね、正体一緒だからね。で、絶賛日本共産党愛しちゃってるね、残念な母親らしいんですが、本当に母親かどうかも微妙ですけども、まあ、この人がやってることって、結局、なんていうのかな、この次の、また別な人のね、海水で薄めて海に流すという理屈がどうしても納得いかないっていうのと、まあ、同じなんですよ。これはどうなんて説明すればいいかな。だ、要はこの海水で薄めてね、海に流すということがどうしても納得いかないと。結局海に流せば薄まるんだから、原液でも希釈でも、ね、流す総量は同じなんだからね。だから流すなっつってるんですよね。海水ってどんだけあると思ってるんですかね。じゃあ例えばその海水、ね、海中、海ですよね。じゃあ推定ですけど45億トンウランが含まれてるけど、放射線量ってごくごくごくわずかですよね。
じゃあこのなんかその薄めようが何しようがね、この総量は一緒だろうと、だからダメなもんはダメだって言ってるんですけども、一緒じゃないかって言ってるんでね、じゃあ何が一緒なんだって話なんですよ。じゃあ例えば琵琶湖ありますよね、琵琶湖にね100トンの塩、ね、ナトリウムぶち込んで、ね、琵琶湖じゃあ塩辛くなるのか、てめんちの風呂場にね、このお湯張って、ね、100トン塩ぶち込んだら、そりゃ、ね、浮くほど塩辛い塩水、塩湯になるよ。うん。だから総量一緒だろっていう理屈はそういう理屈だよね。全然ちげえ話じゃん。ちょっとわかりにくいか。あ、じゃあ、お酒好きな人はこれだったらわかるかな。じゃあもうウイスキー、ね、ウイスキーのボトル、なんでもいいっすよ。うん。ね、うん。じゃあもう、蓋開けてさ、ね、もうラッパ飲み、ね、一気飲みしたら、まあ、とんでもないことになりますよね。あるいは人によっては病院に担ぎ込まれるんじゃないですか。うん。同じ、まあ、1リットルとしましょう。じゃあ、そのウイスキー1リットルをね、うん、ちび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 1ヶ月かけて、ね、水割りにしてさ、ね、うん、だから1リットルを30分割ですよ。で、水割りにしてちびちび飲む。ね、うん。ウイスキーの分量としては総量はどっちも一緒でしょ？うん。同じか？同じじゃないよね。だから総量じゃないんだよ。濃度で考える必要があるのを分かってて総量は一緒だって難癖つけてんだよね。うん。そういうことでしょ？だってそもそも濃度が高いと影響あるけど、基準値以下の低さだったら問題がないっていう話なんだからさ。なんで問題児するクレーム上げるときだけ総量で突っかかってくんの、アホなのかなって話なんですよね。うん。言ってる意味わかりますかね。多分分かってもらえると思うんですけども、ね、だから分、ね、この難癖つけてるやつらは、ね、分母をどんだけ多くしても海に流れ出すトリチウムの量は変わらないからダメなんだとかって言ってるんですよ。何言ってんのって話なんですよね。だってもともと海水にもトリチウムあるんですけど、で総量で言ったらもともとある、ね、海水に含まれている量の方がはるかに多いんだけど、じゃあ分かった、例えばじゃあ25メータープールの中にね水張りますよね。その中にね人間のこの致死量である、ね、180グラムの食塩を入れたとして、ね、どんだけその水飲んでもね一向に死なない、死ぬ前にもうなんかよくわかんない、このなんかプールの水ね、ガブガブ飲んでお腹いっぱいっていうことにはなるけどね、死にゃ死ねえっていう話っていうところで難癖つけてるだけですよ。うん。まだわかんないですか。じゃあ1リットルの醤油の中にね、この生きてるこのメダカでも金魚でもいいですよね、魚ポーンって放り込んだらまあ即死しますよね。でもその1リットルの醤油海に流したら、え、海でね暮らしてたこのね魚たちって全滅します？え、総量一緒ですけど、っていう難癖をこいつらはつけてるんですよ。まあ、いい加減まともに相手するのもかったるいよね。アホなのかとしか言いようがないよ。うん。でまあエネジロー君はね、もうサーフィンとかしてね安全性アピールとかしちゃうんで、お前まずレジ袋の件詫び入れてこいよ。うん。もうサンモニ、なんか結局サンモニもね、なんかね、この間のこの山本太郎さんと同じこと言ってんだよね。要はこの普通の原発、だからあの事故ってない原発、ね、日本のこの福島第一原発以外のよその国とかの原発は、ね、トリチウムだけ。でも福島第一原発は、ね、事故って燃料デブリに直接当たっていろんな放射性物質が入ってるからダメだっつってんですよね。そういえばあの宇治木剛さんもこんなようなこと言ってたよね。うん。でまあ三文字でこれ松原さんかな、普通の原発が流すのはトリチウムだ、しかし福島の処理水は燃料デブリに直接当たってるからいろんな放射性物質が入ってる、安全ならこの安全とデータを開示することが信頼につながる。だから中国とかね、この間の山本太郎さんとか宇治木剛さんとか、もう反日パヨった売国勢全くみんな一緒だよね。いやだから開示してるじゃねえかよ。だからもうデータとかなんかその根拠とかなんかそういうなんか
あれなの、このオープンにされてるなんかそういうこの証拠っていうかこの根拠って何、目の前にあってもお前ら目に入らないのか病気か、え、病院行け、ね、全部開示してるし発表もしてるしね、うん、だけどね日本が悪いっていうことが言いたいだけなんでしょ、うん、もうこんなところもうマジで速攻停波しろよ、ね、でも関わってるやつ全員逮捕しろよ、ぶち込めよ、うん、犯罪者だよ犯罪者、デマ拡散して堂々と、もう一個の方じゃ1000人とかほざいてるしよ、アホかこいつら、どいつもこいつもパクれパクれパクれこんなやつら、ということでね今回以上でサネでございました。ではまたごきげんよう。